ポマレ四世は、タヒチ王国、ポマレ王朝第四代の女王。1827年に溶接した、イボテポマレ三世の後を継ぎ、14歳で王位を継承した。父は、ポマレ二世、母は、側室のテレモエモエ。テレモエモエは、姉のテリイタリアと共に、ポマレ二世に化し、自身は側室、姉は、王公となった。したがって、 ポマレ四世とポマレ三世は、イボシテイにして、重視テイ同士の関係にあった。即位当時は、貧困が悪く、モーレア島の他派で進化の者たちとの報道にふける、毎日を送っていたという、1831年にパペーテイと移り、タヒチ島を統治した。当時タポアという男と結婚していたがパペーテイ、移ったことを契機として、離婚に踏み切り、 ポマレタネというファヒネ等の主張の息子と再婚し、1839年にポマレ個世を出産している。1836年には、イギリス人宣教師プリットチャードの上身をのみにして、フランス人宣教師二人を国外追放するという事件を起こす。これはフランスにタヒチへ介入する口実を与えることとなってしまい、以降タヒチ等では、 プロテスタントとカトリックの二つの宗派が、不教活動をめぐって、対立を深めることとなっていった。1842年には、摂政パライタの独断によりタヒチは、フランスの保護国となる。ポマレ4世は、条約書への署名を拒否して、イギリスへ救援を依頼するもイギリスは、生涯を決め込んだため、ポマレ王朝は窮地に立たされることとなった。 1844年3月21日、フランスの強引な保護国家に反発した市長らが、フランス人兵士を殺害したことにより、フランスタヒチ戦争が勃発する。ポマレ4世は、ライアター島に立てこもって抗戦したが、物量に勝るフランスが、徐々に戦線を有利に進めるようになり、1848年12月18日に、フランスの勝利で戦争は終結した。 ポマレ4世は、反乱軍首謀者として捕らえられ、パペーテへと連れ戻された。フランス海軍省は、高い人気を博し、原首として君臨していた、ポマレ4世を苦物として担ぐことで、他七の政権をコントロールしようと考え、1847年8月5日、ポマレ4世不在時に樹立した暫定政権を廃止、改めてポマレ4世を原首と認めた上で、 保護条約を締結することを迫った。これによりタヒチ島はフランス保護国となり、以降1880年にフランスに併合されるまでこの体制が継続された。1877年9月17日、ポマレ4世は心臓発作により死亡、王位は息子であるポマレ5世へと移った。ありがとうございます。